り、まあ、常日頃から家族と話し合っているのがいいかなと。その家自体に何もそういう避難グッズっていうか用意してなくて、懐中電灯とかなんかそういうのって、あ、必要なんだなと思って。震災の時にやっぱりこう女性の方だと、あの生理とかそういったのがありますよね。娘さんがいらっしゃればそういうのも考えながら準備をしていてもらえればなって思います。子供がいる、ね、お母さんならやっぱり、まあ、赤ちゃんだったらおむつなり、やっぱり食べ物と飲み物とが最低限だと思います。みんな働きに行ったり、幼稚園に行ったり、学校に行ったりしてるもんですから、まず自分で逃げろっていうことだと思います。あり得ることだなっていう思いが強くなって、もしかして自分もなるかもしれないっていう気持ちはちょっと持って、そういう必要な最低限のものは常にこう持ち出せる場所にあった方がいいなって思いました。その人その人が欲しいものとか、その時必要なものって違うと思うので、やっぱりよその事例を知って、自分のところだったらどんなものが必要かとか、そういうのを日常会話にする、助け合いの気持ちっていうか、そういうのをみんなが持ってくれると嬉しいなと思います。大変な時にみんなで協力できる相手がいたということはすごく心強かったです。やっぱり常々今回のことも思ったけど、そういうところに生きてるという覚悟と準備っていうのは常にしていなければいけないのは絶対必要なんだなと思いましたし。